よく眠れたかい？あの子あんたを気に入ったみたいだよ。あんたを家族にしたいんだってさ。ああ、嬉しくてたまらないだろ。でも喜ぶのはまだ早いよ。家族の一員になるには私たちと同じものを食べなくちゃね。美味しそうな匂いだろ。どうだい？ん？残さず食べきったら私らの家族だ。そしたら解放して自由にしてあげる。全部食べればね。やめろ、腹は減ってない。もう家に帰してくれ。これを全部食べるまでは逃がさないって言ってるだろう。わかったのかい？ふざけた真似もこの辺までにしときな。なんとかしないと。抜け出したのがバレちまう。一体何の騒ぎだってんだい。腰が痛い。どうも何かがおかしいね。私の時計をいじったね。お仕置きしてやるよ。やめてくれ。頼むよ、許してくれ。ふざけた真似もこの辺までにしときな。
そ。またルーカスがやったのかい？まったくあの子は世話が焼けるんだから。好き嫌いが激しいとこっちも苦労するよ。ん？誰かここにいた？何かがおかしいね。なんで手錠が外れてるんだい？この汚い嘘つきのクソ野郎が！よく眠れたかい？あの子あんたを気に入ったみたいだよ。あんたを家族にしたいんだってさ。ああ嬉しくてたまらないだろ。でも喜ぶのはまだ早いよ。家族の一員になるには私たちと同じものを食べなくちゃね。美味しそうな匂いだろ。どうだい？残さず食べきったら私らの家族だ。そしたら解放して自由にしてあげる。全部食べればね。うわあ、これはすごくうまそうだよ。なんていうか、そのうまそう。そりゃよかった。後で見に来るからしっかり食べな。待て、他に何もないのか？食べ物ならそこにあるじゃないか。いいからとっととそれを食べな。なんとかしないと。音。
抜け出したのがバレた。一体何の騒ぎだってんだい。美味しそうな匂いがするだろ。あんたのために作った料理だよ。ん？誰かここにいた？はあ、何かがおかしいね。あそこの引き出しを勝手に開けたね。この汚い嘘つきのクソ野郎が。これ以上私を怒らせるんじゃないよ。まあこんなもん料理じゃねえ。やばい。もうおかしくなっちまいそうだ。戻らないと。ちょっと静かにできないのかい？ん？どうも何かがおかしいね。なんで手錠が外れてるんだい？あんた悪い子だよ、クランシー。ここから逃げようとしてたことは分かってるんだからね。どうやって逃げ出した？いや、違う、聞いてくれ。何が違うって言うんだい？あんたが勝手に嗅ぎ回ってたってことを部屋を見れば分かるんだよ。違う、俺じゃない、ルーカスだ。さっきまでここにいた。ルーカス？ああ、まったく。まだこいつはおもちゃじゃないって言っておいたはずだけどね。ったく。
早く部屋から出ないと殺される。Ugh!